火星魔導士の異世界生活冒険中の火星不良を受けたまわります。星1。アラッシュは利他的でうじうじ系、我慢する系の現代人族のメスが異世界に転生して、そこで利己的な奴らに搾取され続けた後に運よく利他的な冒険者であるあたりを引いてクエストをこなすというシナリオ。主人公が搾取される部分を胸クソに描いているが発言しない、自分で考えない、行動しない、助けを呼ばないをしないから搾取されるという部分の書き方がとても人族のメスの作家っぽいシナリオ。この部分を一部人族は共感できるかもしれないので、そういうタイプの人族にはヒットするかもしれないので、けなげに努力していればきっとわかってくれるだとか、自分が犠牲になれば周りの調和が取れるといった人族のメスが勘違いする部分がよく描けており、めめしい感じが人族のメスの作家が作ったような感じのシナリオ。評価は評価してほしい奴が評価しそうだと思える振る舞いを、評価してほしい奴が理解できるように行動することで評価されるので、音が聞こえない奴にいくら音でコミュニケーションしても無意味なように、そのことを理解することから始めるといいので、それと利他的な生物は付き合う相手をちゃんと選ばないと、利己的な奴が搾取されて社会的底辺に落っこちるので、相手を見る目がないおバカな利他的な生物は利己的な生物にとってカモネギなので、そんなしてはいけないがたっぷり詰まった教訓のような作品。